映像とかアニメーションっていうと制作作ることが、まあ、中心のように思う方も多いと思うんですけれども、積極的に研究をする人っていうのも受け入れていこうというように考えています。ストーリーボードを書くとかキャラクターのデザインをするとかっていうように、プリプロダクションっていうようなことを言いますけれども、プロデューサーだったりとかプランナーが担うような部分も積極的に取り入れていきたい、取り上げていきたいと思っていますし、プロの研究者の先生っていうのもいらっしゃって、でそういう方とプロの制作者がタッグを組んでですね、運営していくっていうようなイメージを持っております。でゼミは、制作のゼミと研究のゼミと、そしてプロデュースのゼミ、これが大きく言うとそういう種類があるんですけれども、完全に分けているっていうことではなくて、互いに、リンクしながら、やっています。で制作のゼミに関して言うと、一つは、アニメーションのゼミがありますね。でこれは院生数も多いです。で毎日、ゼミごとに、作品の進捗状況みたいなことを、報告してもらって、でそれに、専門の先生がアドバイスをしていくっていうようなこと、映像メディアコンテンツ領域というのも大きく言うとデザインの、分野というかジャンルですね。でデザインというのは、社会的な課題を解決するためにそのアートの力を使って、行動していくと領域になりますので、自分の身につけた、知見やスキルというものが、どういうゴールに向かって、進んでいくものなのか、ゴールを、切り開くものなのかっていうことを考えるっていうのはとても大事だと思っていますし、カリキュラムの中でも、そういう部分を大切にした組み立てをしています。就職をしたいっていう人がまずは多いですね。で特にうちの領域の場合はですね、留学生が非常に多いということもあって、日本のアニメプロダクションであったりとかゲーム会社であったりとか、そういうところにアニメーターだったりデザイナーとして就職したいっていう人がたくさんいます。進学をして博士課程に行って、もっと自分の専門性を高めるっていうような人も徐々に増えてきています。それともう一つ、デザインの領域ではあるんですけれども、やはりアート志向の人、作家志向の方っていうのもたくさんいらっしゃいます。特にアニメーションの領域ですと、今インディペンデントのアニメーションっていうものが、マーケットも徐々に大きくなってきていて、世界中で映画祭が開かれている、そういうところで自分の力を試して作家として認められて、例えばテレビのコマーシャルを受けようとか、そういったような進路を目指す人もたくさんおります。大学院で学んだスキルプラス、自分がもともと持っているスキルというのを上手に活かして進路を切り開いていくっていうような方が非常に多いし、僕たちもそこを助け支援するような指導をしています。特にこういうポピュラーカルチャーの分野っていうのは技術の発展、技術革新のペースも速いので、今面白いこととか今人気のあることっていうのは、もう半年もするとね、陳腐化してしまうっていうようなところがあります。なので5年先とかね、10年先の社会のこと、世界のこと、人間のこと、自分たちの文化のことっていうのを考えられる人、そういうところに興味を持って10年先を見ながら自分のキャリアを切り開いていける人、行きたい人、そういう人にね、ぜひ来てほしいと思っています。他の領域とか隣の人とか、そういう人たちとの協力というか共同というかね、リレーションシップみたいなことに関心がある人にも来てほしいと思っています。開かれた世界に開かれた、カリキュラムも、用意しているので、ぜひ世界中からね、皆さん来てほしいと思いますし、何よりね、社会に出て今働いている方、そしてやっぱりちょっともう一回アートやってみたいなと思っているような方に、ぜひね、
一緒に来て制作と研究ニコニコしながらやっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。